エゾサイクリングをご覧の皆さん、どうもはじめまして、エゾ地蔵でございます。本気です。本気サイクルと申します。お世話になってます。今日はね、地蔵さんの素敵なライドイベントに参加させてもらいました。ちらっとね、僕のメリア君をエゾさんのチャンネルで紹介させてもらおうかなと。メリダライド5000、はい、2015-16 で、オールアルテ、アルテ、はいはい、うん、で、サイコンがブライトで、ホイールがデダ SL48。 これ結構珍しいんだよね、あんま被ってない、うんうん、で、チューブレスのコンチネンタルぐらいですかね。まあ、今ね、ちょっとラチェット音が、うん、でも一際目立ってましたね。そうそうそう、今日走った人の中で、うん、一番大きかったか。そうそう、あとこれ最近フィジークのショートサドル購入してからペダリングがしやすくなりました。これでね、今度はエゾさんとライドしてちぎられないように頑張りましょう。はい、今日もあのグループ14人ぐらいの集団でしたがね、どうでしょう。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。女性も男性も混ざって、うん、本当地蔵さんに感謝です。本当地蔵さんに感謝です。本当地蔵さんに感謝です。ありがとうございました。地蔵さんのチャンネル、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。サンリサイクルのポガチャル、ノザチャル、めっちゃあれだよね、ハードルがだんだん上がってる。このクラフトビールを先ほど買いました。初めて見ました。これは一応コーラの味がしますが、三ツ矢です。コカコカット、はい、私の、自転車なんですが、ニールプライドナザレックスという自転車になってます。で、どうしようかな。まず車種ニールプライドナザレックスでですね、どこから入るの。コンポ、コンポアルテグラですね。アルテ、アルテグラで、ブレーキだけ、ブレーキどこだ、こっちしかない。ダイレクトマンチャラ、そうだね、ダイレクトマウントと、うん、あと105ブレーキは105です。105ね、はい、サイコンが、サイコンブライトン最近買いました。ライダー15ネオです。がっつりエアロロードだよね。そうだね、シートポストもクライマーになりたいのにでもなんか平地は本当に楽になりましたね、うん、だいぶ変わったんじゃない、うん、本当に。ホイールがフルクラム、フルクラムですね。あ、タイヤとホイールだね。そうですね、タイヤはやっぱり、ね、こう今日来てる人をみんな見ると、みんなコンチネンタル、そうそうそう、グランプリの選手で、そうですね、いろんな人を見れてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ベッタカちゃん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。初心者マーク、バーン。じゃあ、車種から。車種。アンカー、ブリストンのアンカーの RL9 ですね。かっこいい。本当に。これはフルカーボン。フルカーボンです。やばい。そして。ここはアルテグラの DI2 ですね。DI2 です。さっ、疲れた。DI2 です。ウィーンって言うから。ウィーンって言うから。ね、で、サイコンがガーミンの1030ん、何個だっけ、一番いいやつ、一番いいやつ、やばい。これあれですよ、あのね、あのブルペとか、そうで、コースとか入れてナビメインで使うように買ってます。なるほど。そしてね、これサドル、俺気になってたの、そうミミック、うん、スペシャルですね。柔らかい、柔らかい、すす、痛くならない。いや、これに変えてからもう天国です。沼から脱却できます。いや、いいっすね、アンカー、はい、この主張のそんなに強くないアンカー、うん、おしゃれだと思います。はい、あんまり目立たず、なんかこだわりポイントみたいな特にないです。そう、じゃあ代わりに僕が、うん、お願いします。やっぱこのバーテープですね。そうね、思った。ちょっとグラデーションがなった、グラデーション、うん、いいじゃん。これバーテープ変わったら自転車の雰囲気めっちゃ変わるね。うん、ですです、うん、まあ、最初真っ黒だったんですけど、特に何も話すことはないんですけどバイバーイ。
下げていくと勝手にあのアウターがみんなに動くね。じゃあ変えなくていいってことですか。もう右手だけしか使う。あ、そうなんだ。すごくない。あときつくなるとここにスプリンタースイッチって両方入ってるから、ここにで威圧に。あ、そうか、こういうの操作しなくて。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it